こんにちは、カオルンです。今日もなんと JVC ケウントの、ね、製品をやっていきたいと思います。そして今回はあのビクターブランドから新しいねヘッドホンが出たということで紹介していきたいと思います。それがこちらです。ドン、モニターヘッドホン HAMX100V でございます。やり、まずね、商品をね、紹介していく前に皆さんにね、お礼を伝えたいことがございます。なんと最近ね、この JVC ケウントさんからの製品をね、少しずつレビューしていくにあたってね、皆さんからチャンネル登録者だったり、応援の言葉だったりとか、少しずついただいてるの、めちゃめちゃ嬉しく思います。これからもね、JVC ケウントさんの製品をね、楽しく皆さんに役立つ紹介をしていきたいと思っていますので、これからもぜひぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。それでは早速レビューしてまいりましょう。はじめにね、モニターヘッドホンを紹介していくにあたってですね、モニターヘッドホンあんまりよくわからないよって思ってる方はたくさんいると思います。モニターヘッドホンとはですね、普段使いのヘッドホンとは違いまして、アーティストやねプロのミュージシャン方がレコーディングとかで使う時のヘッドホンでございます。ですのでこのモニターヘッドホンは音を忠実にね再現できる仕様となっております。もう少し言い換えると CD だったり携帯からね流れてくる音がそのまま聞こえる、そんなイメージで OK です。最近ではねレコーディングスタジオで撮るねプロ仕様のものだけでなくて、今回紹介するね宅録向け、自宅向け、皆さんの個人向け、そういう方のね人たちにとっての使用できるモニターヘッドホンが話題になっています。最近はねコロナの影響でね自宅にいる方ねたくさん増えてきたと思うので、ミュージシャンにとってねますます家でレコーディングをできるっていうことは重要になってきてるのかなと思います。僕もね皆さんが知ってる通り普段歌を歌ったりねギターを弾いたりしているので、実際にね家でねレコーディングをしてね YouTube に上げたいなってずっと思っていました。そんな時にね JVC ケウントさんからなんとねこのビクターブランドでモニターヘッドホンが登場してきたということでね、これはもう紹介せずにはいられないと思って今動画を撮っています。次にね詳細のレビューをしていきましょう。なんとこのね今回のモニターヘッドホン HAMX100V はですね、 JVC ケウントさんがグループ会社として持っているビクターエンターテイメントさんのプロデューサーさんが実際にね音をねチェックした仕様となっております。ね、ビクターエンターテインメントといえば桑田佳祐さんがボーカルを務めているサザンオールスターズだったり、あと星野源さん、大原櫻子さんだったり、有名なアーティストさんがたくさんいらっしゃる、そんな方々のねプロデューサーさんが音を手掛けているということは期待大でございます。あとは今回ビクターブランドから出たということでですね、少し見にくかったらすいません、ビクターロゴということで、このねニッパーくんが刻まれている、これはねもうビクターファン好きにはねたまらない一品となっていますね。もうこれが書いてあるだけでテンションが上がっていくぜ。でですね、皆さんねビクターのこのねマークの真骨頂であるニッパーくん、これがねどういうマークをしているのか皆さん知っていますか？もしかしたら今右か、左にマークを出しているかもしれないですが、このマークはですねニッパーくんがかつての飼い主マークさんの音をね、流している蓄音機に耳を傾けて、もう懐かしいなと、あいいご主人様だったなとなっています。かつてと言ったんですけれども、マークさんという方はですねこのニッパーくんが生きている間にね亡くなってしまうんですね。でですね、マークさんが亡くなった後、そのマークさんの弟であるフランシスさんがニッパーくんを引き取りました。でですね、フランシスさんは画家であったので、たまたまニッパーくんがねその飼い主のマークさんの声が録音された蓄音機を眺めていたところを見て、こんな不思議そうに覗き込んでるのなんかいいな、早速絵にしようみたいな感じで絵にしました。それが今のこのニッパーくん、ビクターロゴのマークになっております。いやー、とっても感慨深いですよね。そして次の特徴として、アーティストさんが長い間ねこのモニターヘッドホンを使っていけるよっていうことで高耐久の仕様になっているみたいです。さらにスタジオエンジニアが長時間つけてても疲れないなと思える仕様になっています。
そしてね、最後の特徴としてこのね、プラグですね。こちらが今 6.3 ミリというね、実際にレコーディングをする時の大きさ、長さになっているんですが、こちらなんと普段使いで取り外せるようになっております。実際に外してみましょう。こんな感じで取り外すことができます。取り外すと 2.6mm と普段皆さんが使っているイヤホンと同じ大きさになっているので、いい音がね、普段使いでも味わえる仕様となっております。今実際にね、特徴を述べてみたんですが、僕がね、実際に使ってみました。で、その使ってみた感想をね、今から皆さんにお伝えしていきたいと思います。まずはね、音のレビューからいってみたいと思います。実際にこのね、HAMX100V をつけて、小袋さん、オフィシャルヒゲダンディズムさん、大原さくら子さんの楽曲を聴いてみたんですが、とってもね、あったかい音だなと思いました。あったかくて優しく包み込んでくれる、安心できる音となっています。全体的に音がよく聞こえてて、隠れた音も聞こえるので、例えばね、バンドだったりするとアコースティックギターだったりベースだったりする音がね、なかなか聞きにくいことがよくあるんですが、このヘッドホンだとよく聞くことができます。多分ね、低音がね、よく響くんじゃないかなっていう僕の考えでございます。ですので、楽器をたくさん使ってる曲だったり、あとはね、アコースティックギター1本でね、弾き語りをする、そんなアーティストさんには絶対におすすめしたいヘッドホンでございます。逆にですね、高音が少しね、フラット気味だった感じがあるので、高音のね、方がメインで歌う楽曲だったりすると、少しね、こう響くような感じが抑えてあるのかなという感じではございました。とはいえですね、音はしっかりしているので、レコーディング時のね、モチベーションはね、間違いなくアップするし、初心者にもね、使いやすい仕様となっていることが分かりました。次にね、装着感なんですけれども、イヤーパッドが若干小さいかなと感じました。これは多分僕が耳が大きいからだと思います。昔からね、耳が大きいので、なので耳がね、大きい方だとちょっと小さいかなと思いました。ただ痛みなどは全くないので、つけてて長時間全然 OK でございます。次にですね、ソニーさんのモニターヘッドホンと比較してみたんですが、今回ね、紹介している HAMX100V ビクターさんのモニターヘッドホンはですね、もう少しこう突出した技術があればいいなと感じました。もちろんね、ビクターエンターテインメントさんのプロデューサーさんが音をチェックしていますし、このね、ニッパックのロゴが入ってるっていうことはもちろん可愛いんですが、それだけじゃなくて、もうちょっとこう分かりやすいね、突出している面があればもっともっといいなと思いました。とはいえですよ、今回僕が実際に自宅で購入したね、モニターヘッドホンが初めての中使ってみて、ああこれは音がいいし、聞いてて気持ちいいっていうことがすごく感じられたので、間違いなくいい商品でございます。ニッパーくんめちゃめちゃ可愛いしね、ああ可愛い、ボブちゃんも可愛いよねこのお洋服もミニオンでございます。いやいや関係ないやろって以上がね、レビューになります。今回紹介したビクターのモニターヘッドホン HAMX100V はですね、弾き語りをする方だったり、レコーディングが初めてで家でやってみたい方、初心者の方ですね、あとはですね、このビクターのニッパーくんがね、可愛くて可愛くて仕方がないという方にはぜひぜひおすすめしたい一品でございます。僕もこれからレコーディングをね、家でどんどんやってって、 YouTube でね、皆さんに歌をね、公開していきたいと思っていますので、このね、モニターヘッドホン欠かさずにね、使っていきたいと思います。概要欄にですね、今回紹介した JVCKMT さんの HAMX100V の製品情報の公式ホームページの URL、 あとは Amazon さんの URL なんかも貼っておきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。最後に今回のカオルの動画見ていただき、皆さん本当にありがとうございます。これからもね、楽しい動画皆さんにいっぱいいっぱいね、公開していきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。チャンネル登録者1000人を目標にしているので、応援してくれたらめちゃめちゃ嬉しいです。ということで、また次のカオルの動画でお会いしましょう。バイビー。